ははい、えー、皆さんこんこにちは高幸です、えー『週刊文春』さんが報じた旭川亀ムイコ事件のですね、えー、殺人事件の容疑者と旭川中央署の刑事ですよ警部補係長ですよが不倫をしていて肉体関係にあったという件です。それただただだの あの同じ管轄の、えー、署内の刑事が浮気関係にあったっていうわけじゃなくてもう担当している事件を担当している刑事があの殺人容疑の容疑者と不倫をしていたということでもう前回はもう怒りしかなくて動画にしてしまったんですけど今日は どんな状況だっったののかっていうのをあの「週刊文春」をですね引用させていただいてお話ししていきたいと思うんですけども、まあ、それを言う前にですねまずあの今回の件で、まあ、旭川っていう地域どうなんだ大丈夫なのかっていう声が上がっているんですけど旭川の人の中で「 いや、これは風評被害だ。なんでそんな朝日川ばっか悪者にするんだ。朝日川はいい人ばっかりなんだぜ、みたいなこと言ってる奴がいるんですけど、アホかと言いたいですね。どれだけ私が今まで朝日川のことを、いや、そんな地域じゃないんです。人はいい人ばっかりなんですけど、本当に一部の人たちがそうなんですって言ってきてやったのに、まだそんなこと言ってんの。アホかと、本当にね。 あの、他の配信者たちも言ってるけど、自分が住んでる地域をなんで建て直そうとしないんだよ。なんで旭川からこういう配信者が出て街を変えていきましょう。この旭川、絶対おかしいですよ。他の地域と比べて違うんですよ。住みやすい街にしましょうっていう政治家とか配信者なんで出てこないんだよ。ねえ。 まあドラゴン記者さんチャンネルさんも言ってましたけども、まあ、そういう人が出てこないこと自体がもうおかしい地域だっていうふうに言ってましたよね。うん、でもその旭、まあ、川にもあの野村パターソン市議とかあの、ね、見込みのある方いらっしゃるのでうまくですねいい政治家を選んで、えー、その人と協力して町を変えていくっていうことはできると。 思うんですよね、うんまあ、ただ、今津さんはね、ちょっとダメだと思います、私的にはね。このままでは何も変わらないと思います。はい、えー、ということで、えー、内田理子との警部補との不倫の状況なんですけども、えー、三六外の、まあ、バーですね、えー、内田理子容疑者はあの、ぼったくりバー、まあ、ヤクザがね、 出入りするようなバーで働いていたことがあるという私の情報を掴んでいる情報もあるんですけどもそのバーかどうかは分かりませんがある年上の男性と偶然知り合い談笑していたそうなんですねで内田のタイプだったのかお酒を交わすことに親密さが増し上機嫌になった2人は夜の街に消えていったということなんですけどもでこの男が実は旭川中央署の X 警部補で あるということで、えー、肉体関係を持っていたと書かれております。えー、その彼は5月まで、えー、中央署の刑事第1課強行犯係で係長を務めていたということなんですね。スケーブ法は内田が起こした一連の事件を担当する刑事であると。彼は妻子がおり内田は不倫関係にあったことになりますとね。もう警察からの情報なんでしょうね、これね。 彼はもともと組対組織犯罪対策局畑の刑事ですと。同系内部の評判は決して良くはないそうです。そこの悪さから要注意人物としてマークされていました。でそんな警察官いるのね。警察官内に。そりゃダメだわ。旭川いじめ事件の失踪後、ね。 えー、何があったかね何に巻き込まれたか捜査できないわこれじゃあ,あそして警察が押収したスマホの通信履歴や SNS などから浮上したのが内田と X 警部府の仲睦つまじいやり取りが残っていたとで2人の関係を裏付ける証拠はそれだけではないそうなんですけど5月には内田自身取調べ官の聴取に対して 不適にもこう言い払ったというということで中央署の X さんとは不倫関係にありました親密なやり取りに加え容疑者からの想定外の自白を受け北海道系の観察官室は急遽 X 警部法について調査を開始したということになってますね、まあ、まあ左遷人事って言ってるけど これ、懲戒解雇でしょう。うねえ。左遷ですか。ねうん。これが、潜入捜査で内田理子と話を、殺人の容疑を聞き出すためにですね、肉体関係を持った。というんであれば、まあまあ、許せる、許せる、ますよね。許せますよね。うん。これでも、ただ、ただ、その内田理子、 容疑者に惹かれて、まあ内田理子容疑者にも惹かれないよ。なんであんな、ね、あの、女とっていう声が、まあコメント上多いんだけどもあ、まあまあ若ければいいっていう男性もいますからね。あまあ顔はね、あの、どう、どう、どうであれね。あでも写真見ていると歯並びはいいよね。歯並びはいいよね。あ <laughs> どうでもいいか。はい。 ということで、とね笑ってる場合じゃないんですけどね、これね。うん、ちょ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 っと待って。まあ、まだ、まだ文章があったんだけども、<laughs> えっと、X 警部補の左遷と、まあ、前後し、えー、中央署内では不倫について抜き打ち検査が実施されたというということで、抜き打ちだったこともあり、そこで第三者との不倫が発覚し、処分された署員が複数いた <laughs> ようです。ダメだ、こら。ダメだ。もうダメかもしれん。 あえしかし、うちは暴力団との関わりや大麻や覚醒剤の売人として非合法行為に手を染めている疑いが囁かれていた人物ましてや、後に殺人容疑で、えー、逮捕される女半グレーとのただならぬ関係とあって運が悪かったでは済む話ではないだろうということでねまあ、文春さんの、ね、お考えですねいや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 、まさかね、まさかの。 事態ですはいこれも殺人事件がとんでもない事件だったけどもこれも殺人事件にも匹敵するようなとんでもない事件ですよ殺人犯と刑事が不倫関係にあってその不倫関係にあったら必ずと言っていいほど情報をリークしているはずなんですよだって愛人なんでしょ で肉体関係にあるんでしょう言わないはずがないじゃないですか。ね人間だったら人間だったら誰しもそういう関係になってたら言うはずですと言っていいと思います。はい。<laughs> まあ私もそういう関係にあるんだったらだったらですよ。ねまあ殺人犯とそういう関係にあるんだったら言うでしょ 自分がその女をね、逮捕するつもりで潜り込んでるんじゃなければ、ね、誘惑に負けて付き合ってるんだったら間違いなく情報をリークし、お前そういうことやってるんだったら絶対警察ではこうに言えば大丈夫だから、こうに言うなよっていうふうに言ってたと思います。皆さんはどうお考えでしょうか。では失礼します。 見せ無理よ無りよぶりよ無りよ。